こんな感じで光沢のある素材はシルバーの下地になっていることが多いです。こちらにスーパークリアにカラーベースのブラックを混ぜてシルバーを混ぜたものを塗りました。チェーン内ショルダーも同じです。めくれたところはシルバーの下地が見えてきています。久しぶりにネットで犬のエプロンを買ってみました。前のように前回のようにサイズは間違えていません。一度子供サイズを購入してしまった時があったのでしっかりサイズを見てポチりました。途中段階なんですけど黒すぎる感じがするので少しゴールドを混ぜました。これを上に薄く塗っていこうと思います。またゴールドが目立つのでなじませながらファインダーで薄めたのを塗りました。手で伸ばしたりしながらなじませていきます。仕上がりました。馴染んでくれたので良かったです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画も見ていただけると嬉しいです。では。